ニクチャンネル。突然ですが、あなたの自宅の玄関は綺麗に整然とした玄関ですか？それとも読まない雑誌などが積み上げられている玄関ですか？玄関をきれいに掃除をし、風水的にいい状態に整えていくことで金運アップすることも可能です。玄関を整えて金運アップするための5つの方法をご紹介していきます。玄関で金運アップするために、まず最初にしなければならないこと。まず最初に玄関で金運アップするために一番必要なのは、玄関をきれいに掃除することです。玄関は一番最初に家の中に外から悪い気もいい気も入ってくる場所なんです。実は玄関というのは人の入り口であるのと同時に金運の入り口でもあるんです。金運の神様もきれいなところが好きなんです。汚いところにはあまり入っていきたくないと感じてしまいます。そのため玄関はきれいに掃除をしておかなければなりません。ほうきで玄関のゴミを吐き出してきれいに掃除をします。その後に必ず水拭きをするようにしてください。水拭きをする際には使用雑巾で水拭きをすると、より一層金運アップにつながります。使用雑巾とは、荒塩などの天然塩を水に溶かして絞った雑巾のことです。塩の浄化パワーを借りて玄関を浄化することができます。空気の入れ替えをし、塩雑巾で玄関を拭き終わる頃には空気が浄化されていることに気づくはずです。常にきれいな状態にしておく。下駄箱の大きさには限りがあります。家族の人数が多かったり、靴を集めているという方の場合、入りきらない靴を玄関に出しっぱなしにされているという方もいらっしゃるはずです。しかしながら、玄関に靴を出しっぱなしにするのは風水上 NG な行為です。家主の金運が落ちる行為だと言われています。履いたらすぐに下駄箱にしまう癖をつけることで、金運アップが期待できる玄関を保つことにもつながります。玄関を常にきれいな状態にしていくことで、金運アップの神様が入ってきやすい家を作っていきましょう。玄関マットを敷く。玄関マットを敷くことって大した問題じゃないように思えますが、実は金運アップにつながる重要なことなのです。玄関マットを敷くだけで、玄関から入ってくる悪い気を吸い取ってくれる役割もあります。玄関マットは化学繊維 100% のものでは悪い運気を吸収してくれませんので、天然素材のものを選ぶといいでしょう。またその時の自分よりも少しだけ上のランクの高級感のあるものを選ぶことで金運アップすると言われています。玄関マットを敷く意味がわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、風水的には玄関マットは非常に重要な役割があるのです。盛塩をする。玄関に盛塩をすることで、悪いエネルギーが家の中に入ってこないと言われています。少し前までは家の前などでも盛塩がされた家をよく見かけたりしましたが、今現在の日本ではあまり見かけなくなってきましたね。塩の浄化の力は偉大です。盛塩も天然の塩じゃないと意味がありません。また崩れたらすぐに取り替えるなどの注意も必要です。毎日玄関を意識して掃除して盛塩もチェックしていれば、すぐに崩れた盛塩などには気づくはずです。玄関に鏡を置く。風水などに詳しい方は玄関に鏡を置くといいということはご存知なはずです。しかしながら、
玄関に鏡を置くといっても場所が決まっているということまでご存知でしょうか。何を望んでいるかによって鏡を置く場所も異なってきます。玄関を入って向かって右側に鏡を置くと仕事運が向上します。また玄関を入って向かって左側に鏡を置くと金運アップにつながります。だったら仕事運も金運もアップしたいからと左側と右側ともに鏡を置かれる方がいらっしゃいますが、両方は NG なのです。両方に鏡を置いてしまうと合わせ鏡となってしまい、悪いエネルギーを生んでしまうことにつながります。また玄関から入って正面にも鏡を置くのは NG です。玄関から入ってくるいい運気を跳ね返してしまうためだそうです。観葉植物を置く。よくお金持ちの方のお家に行ったりすると玄関に観葉植物が飾られてたりします。観葉植物を玄関に飾ることで悪い邪気を追い返してくれる役割があります。また観葉植物はマイナスイオンを発生します。玄関の空気を浄化してくれるので綺麗な空間が作られ、金運アップの運気が玄関から入ってきやすくなるのです。観葉植物を玄関に置くことで交友関係が良くなるとも言われています。交友関係が良くなるといい話が舞い込んでくるので、観葉植物を飾るのは金運アップにかなり効果的でしょう。玄関に表札を出す。玄関に表札を出すことって思いのほか重要なことなんです。表札を出すことで風水的にいい気を取り入れることが可能になります。表札を出していない家の場合、いい気が素通りしてしまうと言われています。せっかく玄関をきれいにして玄関からいい気が入ってこれる状態を作っているのに、表札を出していないためにいい気に素通りされてしまったら悲しいですよね。そんなことにならないためにも、ちょっと面倒かもしれませんが、表札は出すといいですね。高級品を置く。玄関にはあまりごちゃごちゃと物を置かない方がいいとされていますが、高級品を一つ二つ飾るのは風水的にかなりいいとされています。お気に入りの高級品を玄関に飾ることで運気を倍増することが可能です。金運アップするために玄関には素敵な置物などを飾られてみてはいかがでしょうか。お金持ちの方がよく飾られたりしているのが書道家の作品です。自分の信念などを飾ることでその空間をパワースポットにすることができます。玄関に好きな文字を飾ることで玄関をパワースポットにすることも可能です。以上、玄関風水を利用することで簡単。いつもご覧くださっている方、また初めてご覧くださった方、ありがとうございます。この動画がたくさんの方に見ていただけるように拡散していただけると嬉しいです。コメントや改善点などもお待ちしています。ご協力いただける方は最後にグッド評価とチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。